はい、マヤカンでございます。マヤ観光ホテルです。タイヤがなくなってるね。米沢泉のティールパイン TV、 クリア会場を後にしまして、もうちょっとほろ酔いですけどね、京阪の東福寺に来ました。 600m。 さあここからね、一旦四条河原町まで移動します。はい、全くアナウンスないですけど6分も遅れてますよ。京阪の準急出町柳終点まで各駅に停車です。本急電車まあ、鴨川渡らないといけない。はい、鴨川を渡って阪急の京都河原町、こちらでフェリー切符買いましょう。はい、この切符ね、売ってる場所限られていて、ちょっと河原町駅のこのご案内カウンター、友人カウンター改札で売っています。六甲マヤレジャー切符という切符になります。ですね、このように阪急版は多くね、放射駅、まあ、六甲または三宮なんですけど、このようにですね、往復がそれぞれ切符になっていてね、磁気券っていうか、85ミリ券じゃないです。はい、中取り出しまして、このようにね、片道しか使えないやつに関しては、行き帰りでね、観光するというね、形になってるのかな。切り離し向こう、市バスはこの三軒切り離しですね。はい。はい、雪県です。こちら投入。はい、入居時に穴が開きまして、乗車駅が入居されます。さあ、というわけで、特急米沢駅に乗りましょう。はい。よくわかんないけど、中途3分近くだよ。ふざけんな、間に合わないよ。もうもうだんだんなんか飛び出した人がいるらしいね、途中信号にね、急停止してましたよ。もうふざけんなよ。ここはもうね、マヤのバスが一般飛行機なんで乗れないんだよな。もうあー、むかつく。神戸三宮花熊高速神戸です。この電車は西宮北口へというわけで、虚しく三宮でバスに接続してるんだ。もう神戸駅に進むと特急新幹線ください。ご乗車の際、足元にご注意ください。この電車は特急神戸新幹線です。座れない。はい、神戸三宮駅です。なんかね、まあ、バス30分おきでこれギリギリ接続しなかったんですけど、 500m 歩けばね、いいバスがあるみたいですけど、ちょっとトイレ行きたくなったのもあるので、はい、トイレ行ってる間にね、はい、吸い込まれまして、ありがとうございます。次車が出てきました。トイレ長い行列ですね。はい、エチロンケラルに行きまして、こちらね、30分間隔の、マヤケーブル下駅
はい、入線を取り囲んでまいりました。バックスタートにして、三宮駅ターミナル前バス停から神戸市バス18系統 JR 北陸で麻薬ケーブル下まで乗ります。これを切り離して、はい、どうも。さあ、というわけで録音だけできてるじゃないですかね。2分装着、1分装着ですか。はい、マヤケーブル下バス停でこちらね、半券自分で運転手さんに切り取ってない状態見せて、米沢切り取って運転手さんに手渡しっていうね、まあ、そういう運用になってる。さあ、というわけでこちらですね、マヤケーブルの方に乗ってまいりたいと思います。これはもうね、阪神大震災の運行のからね、事業者3回ぐらい変わってんだよね。もう謎が多すぎてアンチョコ見ながらじゃないと喋れませんというね、ことで、さあ久々に乗ってまいりましょう。本日事業者が変わった、も何度も変わったということでね、久々に住まいまちづくり公社その時乗ったのかな。これどうするんだろう。わかりませんね。さあ、乗車始まります。これね、片道900円なんだけどさ、ね、片道900円でこれ京都から2100円だよ。値段が全く合ってないんだね。窓口で行きまして、こちらにね、ハンコをしてもらえば大丈夫。これ片道ね、六甲とこっちで、往復どちらが片道でもいいね、そういうシステムです。皆さん QR の部分ご提示くださいね。はい、お待たせしました。はい、こちらの乗車券を販売させていただきます。ローペンの駅でもこの班見せてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで改札員に来られました。はい、そして乗ってまいりましょう。虹の駅行きケーブルカー、久々ですね、ケーブルカー乗るのね。何年ぶりだろう。マヤケーブル自体もまあ久々ですけど、ママ一緒に座っていい？うん、はい、狭くない、座れる3人も。よいしょ。ひたすら搬送しますけど、いや本当に乗ってないね。これぐらい乗ってない気がしますね。さあ、というわけでパンチョコ見ながら、このマヤケーブルの歴史を振り返りたい。もともと1925年マヤ工作鉄道として開業してるんですね。で、あのマヤ館も同時に出てます。で、その後不要不急で、廃止休止で運行再開して、六甲マヤ鉄道になって、これは阪神系列の会社ですね。で、その後、阪神大震災、淡路大震災で、まあ、被災と。で、この時に、六甲マヤ鉄道から、神戸市都市整備公社へと譲渡されました。で、再開と。で、その後、これが、神戸住まいまちづくり公社に改称されて、この時に私乗った気がしますね。いや、そんなことない。完了してるから、そうなんだ。ね。神戸市都市整備公社の時に乗ってますね。で、神戸住まいまちづくり公社に改称され、それがさらに神戸住環境整備公社に改称されて、で、去年の4月に神戸未来都市機構に移管されたということでね。この移管された時点で、もう一回ね、乗り直しをしておこうということで、今日やってきました次第です。発車の際前後にご注意ください。走行中は警戒のため山へで急停車する場合ございます。お近くの手すりとお持ちください。失礼しました。で、今案内放送しているあそこにいる方は車掌さんです。運転士ではないです。
するわけです。これね、戦前の絵はがき見ると本当萩山なんだよね、周りね。あ、すごい子見える。バイバーイ。やっぱりそうだよ。知らなかった。お客様にお願いいたします。駅構内および車内におきまして、もう一層としたもりだった。本当萩山だった。お手を触れずに係員にお知らせください。1925年に皆様のご協力をお願いいたします。皆様がご乗車のお店中です。同じじゃん。ここにホームから信じられないんですけどね。これ上と下にもフォームあるんだよね。何だったんでしょうか。交換で終了しまいね。ほんとすっごい残ってる。はい、これ謎のフォームですね。これ謎すぎる、このフォーム。何なんでしょうか。ローペはお乗り換えです。ローペは西根駅の階段を上り、左側へお進みください。530ローペ、西根駅に到着いたします。次の上りローペ、発車時刻15時40分の発車予定です。運転士さんはあそこにいます。あそこにいるのが運転士さんです。停車の際前後に出ますので、完全に停車するまでお席にてお待ちください。ロープウェイお乗り換えでございます。はい、ドア開きます。黄色いマット後ろ側お下がりください。内側開きます。ございます。はい、ご利用ありがとうございます。よいしょ。はい、ということで終点虹の駅、運転士さんはあそこですね。そして、はい、こんな感じ。はい、というわけでしたね。じゃあちょっとここで時間の余裕取りますかね。まあ、マヤパン見るって言うんです。マヤパン、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 マヤカン入り口ですね。立ち入り禁止です。はい、あー、久々に見に来たマヤカン。マヤカン、マヤ、あ、タイヤなくなってる。はい、マヤカンでございます。マヤ観光ホテルです。タイヤがなくなってるね。はい、ということでですね、あ、だいぶ風化が進んでまいりました。ね、あの左側のね、登山屋根のところ、建てましたところもだいぶもうボロボロになってきてますね。はい、虹の駅からね、ちょっと高いとこ上がったところで、まあ、展望台ということで、ザザンザザンザン、神戸が見えるという感じなんですね。で、まあ、もう木々で、暗くなってるんですけど、これもともとここにマヤ遊園地というね、公園の遊具レベルのやつとか、あと猿山とか、猿の顔があったのかな、なんかいろいろあったところが戦後、展望台としてね、こういう木造のができて、次コンクリート製になったんですけど、まあそれももうなくなっちゃって撤去されるっていう、まあ栄枯盛衰でございますね。はい、というわけで、でも眺望は今も残っていますと、まあ、いうことですね。はい。はい、まあ100メートルぐらいですかね。虹の駅、ロープウェイ虹の駅ですけど。まあこっち行くと薄音してたね。昔ここ入ったことあるんだよね、一回な。ちょっと今日足が痛いんで行きませんけど。この辺にね、茶屋とかも、あとは廃墟があった気がするんだよね。
まあ、もともとはここにね、お寺があったんで、ここに参詣する人でケーブルが賑わってたんだけど、そのお寺がこのロープウェイの上に移転しちゃったんだね。それでもここはちゃん単なる乗り継ぎ点としてね、なったという、まあ、そういう経緯を持っております。じゃあちょっと、足が厳しいんで今日は、ロープウェイ、そのまま乗ってまいりましょう。次、16時発かな。お待たせいたしました。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、これで乗ってます。はい、いきますよ。はい。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、あ、味噌交差式。二千交差式。あ、ダメだ。はい、あの、ロープウェイが分かってない素人です。乗りましょう。虹の駅から星の駅行く、三河橋ちゃん。失礼します。本日は次をありがとうございました。Behind you, in the mountains left of Nijinoichi Station, you can see the remains of the Maya Kanko Hotel. It is called the Queen of Ruins due to its elegant appearance. In recognition of its unique design, the Maya Kanko Hotel is the first ruin to be registered as a tangible cultural property in Japan.福州台からの眺めは日本三大夜景の一つに挙げられた。神戸はもちろん広く大阪湾まで冷やすし、天板塗りの夜景として有名です。Three best night views in Japan, and Kobe is especially famous for its $10 million night view, which offers a panorama that extends as far as Osaka Bay. なんか広げようとしてんけど目的がないからやめたんやってるんちゃう、うん、やりますと止められない情勢が Share about the reflections、Yeah, hit it against the glass I think It's not quite cool YeahPerhaps on the way down. Yeah. Thank you.
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちゃんと設置するまで時間かかるかかる。はい、というわけで走ない、はい、運転手さんご挨拶。はい、コントロール。はい、星の駅でした。はい、夢のマヤ山頂まで来ましたね。ここ来たのは生まれて初めてになりますね。マヤケーブルは2度乗ってて今日3度目な気がするんですけどね、ここ来たのは初めてです。昔ここ遊園地はやってね、戦前はあのさっきの虹の駅のとこに遊園地があって、で戦後はちゃんとこれね、ジェットコースターとかも含めた、遊園地が戦後できてね、今はもう跡形もなくてただの公園になってるというね、そういう感じでございます。はい、星野駅を振り返る。はい、サンテレビの中継塔があるよ。はい、やってまいりました。これは午後のお泊まりですね。阪急バス、はい、ということでやってまいりました。阪急バス六甲マヤスカイシャトルバスですね。こちらの六甲ケーブル三条駅行き、こちらに乗ってまいりましょう。こちらね、フリー乗降で、ケーブルカーの、スタンパーが押されてるとその日付に限って、なんですか、のようです、その日に限って、フリー乗降。後ろからです、すいません、後ろからだそうです。はい、すいません。はい、六甲、マヤスカイシャトルバス、途中の六甲山牧場から死ぬほど人が乗ってきたために、4分遅着、もうギリギリでケーブルカーはもう乗れませんということで諦めましたね。結構山道のバスでしたね。はい、ということです。はい、というわけでこちら六甲ケーブルの素晴らしい駅舎、やっぱ真正面から見ておきたいね。本当このケーブルカーのね、観光の上の駅って必ずこんな感じだよね。で、中入ると割とね、薄暗い感じで、これもまた昔ながらというか、なんていうか、一歩見えてきたんでね、見てます。よいしょ。ね、こんな感じになってますよ、と。ね。はいな。はい、感じで始まりましたね。帰り、ね、押してください。はい、ありがとうございます。はい、というわけでバッチリ帰りの三条駅を押されましたね。さあ、この長い長いケーブルカー、さっきのマヤとはだいぶ違いますね。もともとは六甲マヤ鉄道ですからね、同じ系だったわけですが、はい、というわけで乗ってまいりましょう。六甲ケーブル下駅です。
お、さすがに足が痛いですね。なんと自動ドアです。はい、車掌さん乗りました。はい、498パーミル、大変な急坂です。はい、発車しました。はい、こちら米沢乗った時はまだ六甲マヤ鉄道でね、あのマヤケーブルはもう、神戸市のものになってたんですけど、社名は六甲マヤ鉄道でした。で、これが、2013年に、阪神総合レジャーとの合併で六甲山観光という会社のものになりまして、で今年の、4月1日にですね、上下分離です。下を阪神電鉄が所有するということで、上下分離されたためにですね、でかつ六甲山観光が神戸六甲鉄道に社名変更の上で、第2種と、つまりですね、法律上この路線及び駅は1回4月1日に廃止され、また再開業しているわけですね。なので米沢としてはこれは、改めて乗り直し、そして降り直しをしているという感じでございます。これやっぱり窓がないのかね、嬉しいです、窓ないのね。そしてこれで全線全駅最上下車最多制ですね。はい、下車しました。よいしょ、これで全国全域最上下車最多です。このまま長くなりますね、ちょっとね。さあ、バス乗りましょうね。また半分で乗ってまいります。神戸市バス16系と阪神にかける行きで、これでね、阪急六甲まで乗れるという、ね、
そういうシステムになっております。あの3年かな、上車。あ、座れます。はい、定時着の神戸じゃない阪急六甲駅で、阪急六甲バス停で下車して、こちらね半券お渡しして、スタンパーが見事に無残にも半分になってしまいましたが、これで終わりということになります。さあここからね、半券に乗って、まあ、帰るというね、そういう切符になっている次第でございます。というわけでご視聴ありがとうございました。ここで一貫切らないと長すぎるっていうね、この後が短くなってくるんですけど、まあそれはそれ。チャンネル登録よろしくお願いします。